の楽器を紹介していくよ。ねえみんな、ここにたくさんの楽器があるよね。みんなは本物の楽器見たことあるかな。見たことあるよって言った手を挙げて。お、ありがとう。今日はせっかくだから、ここにある楽器の音みんなに聞いてもらいたいな。みんな準備はいい？それじゃあ行くよ。それでは楽器の音を一つずつ聞いていくよ。じゃあまずはウーマくん。はい。ウーマくんのこの大きな楽器はなんていうの？これはチューバ。またの名をスーザフォンと言います。チューバ、またの名をスーザフォンだって。じゃあ長い方のお名前スーザフォンをみんなでせーので言ってみようか。いくよ、せーの、スーザフォン。そうそうそう、バッチリ。じゃあそのスーザフォンはどんな楽器なの？このでっかい見た目通り大きな音が出ます。その大きな音でバンドのみんなを支えることができます。お、見た目通りの大きな音でみんなのことを支えるんだって。じゃあその音を聞かせて。と言います。サックスだって。じゃあみんなでせーのでサックスって言ってみようか。いくよ、せーの、サックス。そう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 。じゃあそのサックスはどんな楽器なの？サックスは J の字に曲がっていて、とってもかっこいい音が出るんだよ。お、 J の字に曲がっててすごく音がかっこいいんだって。じゃあそのかっこいい音を聞かせて。
この楽器はドラムって言います。ドラム、じゃあみんなせーのでドラムって言ってみようか。いくよ、せーの、ドラム。そうそうそう、バッチリ。じゃあそのドラムはどんな楽器なの？上についているピッピカの、シンバルと太鼓を使ってリズムの元を作る楽器だよ。お、このピカピカの黄色のシンバルとこの太鼓の2種類でリズムの元になるんだって。じゃあそのリズム聞かせて。覚えて帰ってね。